ダッシュでいこうぜ。どうも武田でございます。刻んでいこうぜ。ペーパーでワイパー。やばやば。今までので一番面白いわ。絶対思ってないですよ。思ってる。よろしくお願いします。はいでーす。バカにしてんじゃん。それ自分で考えたネタなの？リスナーがやってくださいってずっと半年ぐらい言われてたからせっかくだからやった。ということで本日の動画なんですけれども、実はですね、この撮影の前に僕ハゲさんとデート動画を撮ってまして。夢だったんだよ。どんな夢ですか？ハゲだとデート。クレープ美味しかったね。ひらかやも美味しかったね。食ってないからまだ。朝9時だからまだ。ハゲさん、俺らのチャンネル出る時でテンションバグるのやめて。これが素なんだよ。ああ、素のハギ。うん、分かってないよ。素のハギランなんだ。いいんだよ、お前のチャンネルなんかどうでも。デートしてたんですが、デートの理由がね、実はね、10月25日、実は真ん中にいるこのヨシキ君の誕生日ということで、おめでとう。そう、誕生日プレゼントをハギさんと一緒に買いに来たという。実はね、その誕生日プレゼント渡します。じゃあちょっと見せてもらいましょうか。めっちゃびっくりした。いきなり呼び出されてここ来たんですけど、いや、これボケなし、真剣に考えちゃった。おお、いいでしょう。MMA のランニングウェアなんだけど、パッと見た感じさ、私服のようなボーダーのただの T シャツ、おしゃれな T シャツにしか見えないと思うんですけど、伝わんねえだろうな。でしょうね。めちゃくちゃサラサラしたドライな生地になってて、私服でもランウェアでもどちらでも活用できる T シャツになってます。ランも私服も境がないじゃん。両方使える方がいいじゃん。いや、そうなんですよ。それ僕のモットーというか、僕の人生のテーマがナチュラリーなんです。ナチュラリーなんです。うわ、ナチュラリー。いや、髪切る時も今日どうされますかって言われたらナチュラリーヘアって言うし、うん、もうそんぐらい朝起きてベッドにこう服がバーって散らばってるんですけど、その中からいつもコーデしてナチュラリーな状態で外に出る。ゆきちゃん、今の朝の下りはナチュラリーじゃなくてただのめんどくさがり屋じゃないですか。悪く言うな。あー、ごめんごめん。物は言うだよな。素敵でおしゃれな T シャツをハギさんにプレゼントしていただいたということで、まあ、一応僕も選んだという流れになってるんですが、そうなの？そうだよ。俺の思いも入ってる。なるほどね。素敵なシャツ買ってもらったんだけど、見てもらった通りナチュラリーですね。ナチュラリー。ハギさん、これどうですか？いや、ナチュラリーって言われたら、俺はなんかよく思えてきちゃった。まあただね、インフルエンサーとしてスイッチを入れる瞬間も大事かなと思って。うんうん、いや、いいこと、いいこと。メリハリね。ナチュラリーってテーマありつつ、すごいよく聞こえるけど、要はダサいってことですね。 T シャツに合わせたコーディネートハギさんと、あともう一方、ちょっとゲスト呼んでます。牧野さんです。ビームスの牧野さんです。いつもね、一緒に走らせていただいてます。はい、なんでなのかっていうと、ここのアルペンの1階フロアの、まあ、陸上のところの、アドバイザーの私、ビームスの仕事として、商品構成とか、なんかいろいろそういうふうなところをお手伝いしてます。ありがとうございます。もう一回確認してもらいたいんですけど、これ新宿アルペン入っていいんですか、これって。むしろ全身買いに来たなって。何も言い返せなくなってきた。ガチ私服なんだけどな。ガチ私服なんでサンダルなの？確かにさ、いや、楽なんですよ。一瞬見えたんだけどさ、なんだろこれ。お、あ、パツ履いてんの？くっついてんの？パジャマです。下はそのままパジャマのまま履いて来ました。え、じゃあパジャマ脱がない、脱いで上履けばいいじゃん。え、どういうこと？じゃあパジャマ、これはじゃあパジャマじゃないのね。これがパジャマじゃない。これは私服で、下がパジャマ。これは私服なのよ。はい。なるほど。ちゃんと私服の境目が狭。これがヨシキのリアルだな。ということで、ここまで言われたらさ、もうちょっと直さないと。ハギさんからもらったプレゼントに合わせた素敵なコーデを二方に選んでいただくという素晴らしい企画になってます。マギラさんめっちゃ呆れてるもん。どんだけブランドが渋滞してるの。ブランドの渋滞。あ、でも、どうですか？なんか、ポケモンマスター。これもかぶってみる。はい、はい。なんか笑いが大きいんだよ。違う、お前がさ、はい、ポケモンマスターとか言ってるから、もうそれにしか見えないから。でも子供っぽくて。え、これ超いい。1枚挟むだけでさ、いいよね。誰かのグッと挟めます。しますね。1枚これ入れるだけで。ハギさん、こっちの企画です。え、なんだっけ企画。ちょっと言っていい？こんなのね、見たことねえよ。そうですね、まあまあ、こういった感じのカジュアルなトップスなんで、下も本当に私服に見えるような感じのものを選ぼうかなと。ランパンなんですけども、遠目から見たらチノパン見たくなります。チノパンですね。チノパンです。サイズ感も少しトップス大きめなんで、うん、いつもよしきくんが着るサイズよりも大きめで着てほしい。Lサイズを履いてもらおうかな。サイズ感を、ね、変えるだけで、ランニングウェアも全然私服として使える。伝わる、この生地感。そうね。
伝わってほしい。いや、アルペンに来てみんな、いや、だから来てくれればいいから。おしゃれにかっこよく走るってね、一番この二人がさ、あの、ね、SNS 言ってるようなことじゃん。これはうちのチャンネルでもさ、ヨシキさん、あ、見せてくださいよ。わかりました。じゃあ来て来て。はい、ダッシュで行こうぜ。あ、ごめんなさい、あ、ちげんかい。お前、普通にハギさんかと思った。お前の登場シーンが、これはさ、一番の撮れないから。ごめんごめん、ちょっと近づいてこないで。めっちゃいいじゃん。いいね。これがアルペンの別注のマウンテンマーシャルなんですね。ボーダーの配色が違う、うん、このフランク&モリスの、チノパンに見えるような、うん、このパンツの色の具合すごい。で、このシューズがアルペン限定の、このさ、このカラーリングいいよね、超いいよ、うん、880? ランニングウェアには一応見えないよね、この感じだね。これでオダフィールド行ったらもう何も文句言われないし、寒いところがあるから、はい、まあ、この手の薄手の、これフーディニ、フーディニの薄いナイロンで、はいはい、はい、ちょっと着てください。この色もランニングウェアにあんまりないような色合いじゃないですか、うん、フリー、あれマジでいいじゃん。これダブルスライダーになってるんで上げるじゃない、上げます。襟が高いからここを高くしといて、はい、こっからこれポケット手入れてよ、はい、こういう感じ、わざとわざとインナー覗いちゃう感じ。こんなおお見て、だって足が勝手にこの形なの。なんかね、自然となっちゃったね。ポージングが入ってるもん。マジでかっこいい。遠目から見たらシルエットマジでかっこいい。マジ、うん、これ多分あれですよね、今僕いつもの短い靴下っすけど、うん、ロングタイツとかでもめっちゃハマるっすよね。ロングタイツ本当はこれぐらいのボーダーのこういったソックスを履けばより、なんだろう、あのカジュアル感も出る。いや、いい、結構いいっすよね、マジで。すごい、うん、フーディニーは本当にね、その北欧のブランドなんで色の出し方がすっごくセンスがある。へぇ、品があるよ。そう、よしきさん、はい、嬉しい。いや、めちゃくちゃ嬉しい。これ欲しい。欲しいでしょ。欲しい、欲しいな。買ってあげる。本当に言ってる。いいよ、誕生日なんですから。萩さん、本当にありがとうございます。いや、むしろこれの武田からのプレゼントも、俺がこの場を作んなかったら今年も多分なかったよな。絶対ないですね。つなぎつねって言ってごめんなさい。誕生日おめでとう。ありがとうございます。おめでとうございます。30歳になりました。